Salut les amis, alors bienvenue dans la suite de ce Let's Play sur Shadowbringer, le nouveau DLC de Final Fantasy XIV. Alors dans cet épisode, nous allons voir que l'un des membres de notre groupe va prendre une décision qui va nous mener à un petit voyage et que ça va mettre un petit peu mal à l'aise notre ami Sandcred qui n'est pas tout à fait d'accord avec cette décision. Je vous laisse donc découvrir tout ça. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée suivant quand est-ce que vous verrez la vidéo. Et je vous dis à bientôt. Allez, salut, bye bye. みんな、よく揃ってくれた。まず、こたびの積み食いによる襲撃についてだな。なんだ、四国現金なら最初からちゃんと呼べ。 こたびの襲撃だが、あなた方には本当に助けられた。この町を預かる者として感謝に堪えない。しかし、少なくない被害が出てしまった。クリスタリウムはとっくに私たちの家でもあるんだ。何か手伝えることがあれば遠慮なく言ってほしい。ありがとう。 その言葉だけでも、民がどれだけ励まされることか。バウスリーはこれを天罰と言った。しかし、本能のまま襲撃を行う罪喰が意図的に罰を与えに来たとは考えにくい。ましてや、レイクランドはすでに光が払われた場所。大罪喰ならばともかく、下級の者は避けたがるはずだ。 ならば、石なき罪喰に指示を与えたものがあったと考えるべきでしょう。くしくも自身で名乗り上げていた通り、それが可能なのは世界にただ一人、ドンバウスリー、その人です。ああ、故にクリスタリウムはここで屈するわけにはいかない。 それこそ、彼の思う壺なのだから。そうだ、バウスリーといえば、ユールモアに呼ばれた件はどうだったの？残念ながら、実りのある話し合いにはならなかった。だが、収穫がなかったわけではない。バウスリーは、どうやら魅了に類する術を使うようなのだ。 それによって、私を傀儡にしようという魂胆で招致したらしい。君も見ただろ、ユールモアにおける異常なまでのバウスリー賛美を。あれらすべてが虚構とは言い切れないが、市民たちにも精神支配が及んでいる可能性は高い。私は幻影を用いることで回避したが、
今後彼と直接対峙することになれば厄介だろう。コルシア島の大積み食い捜索は一緒に進めてたんでしょ。すまないが、良い報告はできそうもないよ。私もいくつかの遺跡を巡ってみたけれど成果なし。だから手を変えて聞き込みに重点を置いてみたのよ。ズバリって情報はなかったんだけど、あるモルド族がアムアレーン西部に広がる廃坑道なら隠れるにはもってこいじゃないかって。けど広大な坑道をあてもなく歩き回ったんじゃどれだけ時間がかかることか。だから少しずつ情報は集まっているけれど、次の一手を決めるには足りていないわね。あの大積み杭は強い光を放っているものなんですよね。だったら光を司るもの、光の巫女ならば、その居場所が感じ取れたりしないんでしょうか。私みたいな半端者じゃなくて、本物の光の巫女。アムアレーンの南端、光の氾濫が止められた場所。そこへ行けば彼女を呼び戻すことが叶う。違いますか、サンクレット。違う。いいえ、違わない、違わないはずです。不用意に口にしていい言葉じゃないぞ、お前は。ちゃんと分かっています。確かにあなたからは何も聞いてない。あなたは優しいから何も言ってくれなかったけど、私だって何も気づかずについてきたわけじゃない。そんなにもサンクレットに無関心だったわけじゃない。ああ、なるほど。道理で光の巫女の生まれ変わりにしては凡庸だと思った。光の巫女はまだそいつの中で眠っている。全ての力を引き出すには完全な一体化を果たさなければならない。結果、残ることができるのは本来の光の巫女の人格か、肉体を提供しているものの人格か、二つに一つ。お前には関係ない。ああ、その通り。だがその言い方だとお前は関係者なんだろう。少なくとも自分ではそう思ってるはずだ。だったら少なくともお前とその娘はきちんと話し合っておくべきだったな。なぜ今の今まで黙っていた。愛情か。何にせよいいじゃないか。その娘の提案はそれなりに可能性があると思うぞ。もろもろ手っ取り早くなるところが非常に高得点だ。次に目指すはアムアレーンの南端、ハイとナバスアレンで決まりだな。支度をしてくる。町の入り口で最終号だ。
進むことで出会いがあり、進むことで別れがある。おそらくそれを知りながら彼らは足を進めていった。ガリクさんの峠道を過ぎると、目的のハイトまで鉱脈を抱いたアンバーヒルが続く。多くの労働者でにぎわったその地には、杉氏妃の営みが名残をとどめているだろう。